今日は韓国の激辛インスタントプルタクポックンミョンの新商品食べてみたいと思います。このチャジャンプルタクポックンミョンです。チャジャンって日本でいう中華料理のジャージャー麺みたいなやつですね。だから激辛ジャージャー麺みたいなの。これいつものキャラクターがめちゃくちゃ可愛い。この表情いいですよね。はい、でね、後ろはこんな感じです。作り方こちらですね。うわ、めっちゃ可愛いわこの絵。じゃあ今日は2つ食べます。いつも通りのこんな乾麺に火薬とチャジャンソース入ってます。お湯が沸いたんで麺入れます。なんか結構砕けちゃった。宅配で注文したから。あとこの火薬も入れます。はい、これで5分茹でます。このチャジャンソース入れます。で30秒ぐらい火で炒めます。で作っておいた目玉焼きも乗せます。そしてチャジャン麺にはタンムジですよね。チャジャンプルタクポックンミョン。こんな感じで目玉焼きとね、タンムジも乗せました。一緒に食べます。でコーラも一緒に。でいただきます。まず普通にチャジャン麺、いい感じだ。めっちゃ美味しそう。普通にチャジャン麺の匂い。けどあれだ、辛いチャジャン麺、麺チャジャン。え、これ普通にチャジャン麺、普通にって言っても結構辛いけど、結構辛いチャジャン麺です。でやっぱプルタクポクミョンなんで、結構麺がこれ太いですね。うん、あ、美味しい。なんか普通のチャジャン麺みたいに、あの香ばしいね、香りの甘さがあるんで、普通のプルタクポクミョンほど辛くないのかもしれない。タンムジ。うん、やっぱチャジャン麺なんでタンムジが合いますね。うん、普通に美味しいチャジャン麺。そして卵割ってみます。うわ、硬くなりすぎた。これダメだ、失敗。カチカチの卵は、あ、これ大失敗だ。うん、あ、でもやっぱ卵よく合う。おいしい。じゃあちょっと黄身と一緒に。うん、なんかすごく辛くなってきた。なんか最初食べてた時より辛くなってきた。これ食べてるうちにちょっと辛さ増してきますね。さすがプルタクポックンミョンだ。激辛チャジャン麺食べたい方はこれいいかも。ちょっとここでね、この明太マヨネーズ、これ日本で買ってきました。からし明太子入りのマヨネーズです。これもね、ちょっと多分合う気がする。つけてみます。あ、蓋がね新しいやつなんでね、忘れてた。おお、うわ、絶対合うと思うこれ。からし明太子入りマヨネーズ。うわ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 、美味しそう。これ絶対合うと思う。めっちゃ美味しそう。うん、合う。美味しい。あら、辛い。
やっぱマヨネーズだからまろやかになった。しかも明太子の香りが結構ね加わっていいですね。おいしい。タムジと一緒に。おいしい。あ、マヨネーズめっちゃ合う。辛、結構辛いですね、マヨネーズ出しても。はい、食べ終わりました。すごいね、辛かった最後。やっぱプルタクポックミョンから出てるやつは何でも辛いですね。最後ね、明太マヨ足したのもなかなか良かったですね。あ、でも明太じゃなくて普通のマヨネーズでもいいかも、これだったら。まあ、よかったらマヨネーズかけでぜひぜひ食べてみてください。すごい辛いの好きでね、チャジャン麺も食べたいって方はこれ絶対いいと思います。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。